はい、太田選手です。おはようございます。おはようございます。最近あのインスタとかでこうねよく見るんだけど、あのいろいろおしゃれしていろんなものを載せてますが、はい、意識してそういうのやってる？まあ、SNS の重要性とかはすごい意識してるので、まあ、選手でありながらもなんかいろんな面があるんだよっていうものを、あの女性ファンの獲得とかそういうことも考えてあげてます。あのブリヂストンのね表紙かなんかにもなってたし。そうですね、はい、ね、うん、なんかえこれ誰かなと思ったらなんだリュウじゃんみたいな、ね、はい、そういうなんか意外っていうと変だけども、なんか普段はほらあのレースウェアばっかり着てトレーニングなんかやってるのがちょっと違う感じの写真とかっていうのは女の子としてはやっぱ楽しいですし、ね、気分転換にもすごいなるので、うん、あのネイルとかもね、はい、しっかり出したりとか、今回ちょっとあの髪の色も違いますがちょっとピンク紫っぽいピンクにしたんですけど、すごい気分も上がるので、うん、ね、こうやってやっぱねあの目立つような格好するとやっぱりレースでも目立たないとね。そうですね、ね、これでレースで目立たないと何してんのって言われちゃうからしっかりズキズキ、だから結果を目立たせればいいわけだ、はい、ね、あの内容は別にしてもあのゴールした時に一番前にいればいいわけだから、ね、まあ、それだけの練習はやってると思うんで。そうですね、はい、ね、今年は何戦目になるんだっけ？世界選手権終わってからは一応3戦目になります。3戦目あの少し4戦目かで少し慣れたというか、いろんなことをできてると思います、自分の中で。はい、そうですね、ね、あの昨年はあんまり走ってない分もあるし、少しずつ経験走り始めて、うん、そうですね、うん、やっぱりちょっとパターンも変わってきたでしょ、生活のパターンも。そうですね、外に出る分やっぱりいろいろ刺激もありますし、うん、いい方向に進んでるんじゃないかなと思います、ね、まあ、残念なのはねお客様の生の声援が聞こえないっていうのが残念だけど、うん、そうですね、走り始めてからずっと無観客なので、うん、本当にそこは残念です、ね、せっかくねこう綺麗にしてるところを褒めてほしいみたいなね、でそれでなおかつ応援してもらって勝つっていうのがね。そうですね、はい、うん、まあ、あのいずれお客様また入ることになるんで、その時には今よりもっと強いね、はい、大谷を見せてほしいと思いますが、はい、頑張ります、はい、では、今回のね、決意というか優勝するよってコメント本当にいいメンバーが揃っているレースなので、あの一本一本を無駄にしないように少しでも学ぶことがあるように、決勝まずは決勝を目指して、決勝に乗ってからはあのその先のことを考えたいと思うので応援よろしくお願いします。頑張ります。はい、ありがとうございました。